崎チャンネルちょピックアップニュースということでね、今日も、えー、ニュースの中からね、切り取ってピックアップニュースをお送りしますけども、今日はですね、これはもうちょっと黙っていられないっていうところで、速報的にね、作っていきたいなと思いますけども、まあ、2月10日のね、えー、ニュースではありますけど、えー、ロッテはね、えー、10日球団ホームページで、 ファンの皆さんへのお願いっていうところでね、あの残念ながら一部の方が、えー、周囲への迷惑となるような過剰にファンサービスを求める行動を取られている事情がございましたと発表と、えー、ハプニングが起きたようで、えー、非常に危険な、えー、事情も、えー、あったことからこのような行為何と控えていただきますよう。 お願いしますと。えー、また、チーム移動時の駅や空港等の公共交通機関、えー、宿泊施設においてチームの出発、到着を待たれたり、出入りする選手らに接触することはご遠慮くださいというね、ところにあって、まあ、なんかネット上ね、なん,なんか変装して何回もサインにもらっていく。ま、あ俺はね、現場を見てるわけじゃないから、どこまでが真実かもわかんないし、そのね、ネットだけの、まあ、写真付きのね、ツイッターとかも上がってたから、でもま、あそれがね、本当にどうなのかっていうところは俺は見たわけじゃないからね、そこを過剰に に反応するのもあれかなって思う。 ところはあ、ほんとあの、まあ本当、あのー、まあ、まだね、コロナは収束、まあ、収束することはないと思うけども、まあ、その中でね、プロ野球も、えー、NPB ね、えー、今年から声出し応援、も復活するっていうような、まあ、コロナ前と同じようなね、携帯を取りながら、その野球観戦、そしてファンサービスっていうところを、あの、復活させていこうっていうところでね、まあ、あの、ニュースと、そしてあと現場に取材に行ったと、見ててもね、それはあの、ファンの人とね、選手の距離はね、コロナが始まってからの中では、一番、 え、近くなってきてんじゃないのかな、というところでね、その、ま、あ特にロッテだとね、もう佐々木朗希が大人気っていうところで、ま、あそれはサイン欲しいとかね、写真一緒に撮りたいっていうね、気持ちは、えー、わからなくもないですけども、ま、あこれね、まあ、々木が現役の時もありましたけども、サインするってなった時にね、我先に、大体我先に突っ込んでくるのはね、大人なのよ。 しかもね、男の人。も、ま、う、あ、かなりの高い確率で、女の人で我先にって、ないとは言わないけど、そんなにないね。他の球団知らない。特にロッテ。まあ特に俺の場合もそうだけども、大体男の成人男性。 が、我先に、俺も昔、マリンで帰りいつもサインしてた時も、どんどん突っ込んできてきて、前の女性の方とかね、子供とか、が、あの、フェンスに押しつぶされるようになって、痛い痛いみたいなね、声聞くこともかなりあったけども、ま、現状もね、俺はま、見てないけど分かんないけども、多分同じ状況のような気がする。で、またね、そんなにいるかっていうね、で、言うのよ。弟のためにとかね、あの、友達のためにって言うのよ。言う、ま、あ本当かもしんないよ。 本当かもしんないけども、まずは一個もらえたらいいやろうと。サービスだからね。ファンサービスだから。これはもうサズザキチャンネルでも何回も言ってるけど、やってくれて当たり前じゃないからね。やってくれてありがとうだからね。そこら辺、もうちょっとファンの人も理解した方がいいかなっていう。まあこのね、サズザキチャンネル見てる皆さんはね、そんな行動をとってないと思いますけども、まあこういうことをね、発信すると同時にね、まあこういうことを聞いたね、サズザキチャンネル、あのー、視聴者のね、 あの、登録者のね、良識ある皆さんがね、そういったところを拡散していってね、やっぱ圧倒的多数でね、そういうのはいけないよっていうところをやっていくとね、そういうのもやりづらくなるだろうしね、やってる人を注意できる人もなかなか今ね、注意してなんやこらって言ってね、あの殴りかかってこられても怖いからね、なかなか言えないけど、そういったところを自然にね、淘汰されていくようなそういう人たちがね、まあ一部のね、人間だと思うけども、こういったところは本当にね、 この佐々木チャンネルを通じてねあの多くのところに発信していってそういうのがなくなるようにしてほしいよね中村ね、えー、正午の話も、えー、ニュースポストセブンでねネットニュースで、えー、上がってましたけども1月下旬の夜沖南寺一人から帰ってきた中村が空港のタクシー乗り場付近に現れた時、えー、何人かのファンが出待ちしていてそのうちの一人が中村選手の前に立ってサインと写真を頼もうとしたところ中村選手は無言のままそのファンの腕を払いのけて胸をグッと押したように見えました え、すると、そのファンは、えー、中村選手に押された、暴力振られたと騒ぎ出して、中村選手は暴力じゃないでしょうと言っていましたが、口論になっていて、そのファンが別のファンに警察を呼ぶように頼んだんですと、すぐに警察が到着し、中村選手は横にいたトレーナーと、 ファンと一緒に空港内の工場に連れて行かれましたと。ロッテに聞くと、中村翔子選手は空港にで囲まれ、えー、必要にサインを要求された一連の行動の中で空港の警察の方に話しましたと。警察の方を交え、サインを求めた方との話し合いを終わり、その場を終えましたと。いうところ。まあ俺がね、まあその場を見てるわけじゃないからね。わかんないけども、まずね、前に立ち塞がってね。 ま、どこまでか分かんないけどね。それはどいてくださいって言うよね。まあ、無言のままっていうのもあるけど、まあ、しつこかったのかもしんないしね。だから、何回も言うけど、してくれたらラッキーだからね。そういったところでは、しかもね、なんかですぐ警察呼んでくださいって言うのも、まあ、今時なのかもしんないし、それがどんなんだったか俺はよく分かんないから、なんともね、見てるわけじゃないから分かんないけども、まあ、賛否論論あるかも分かんないけども、ファンじゃないでしょ。 そういう行動を取る人はね、何をもってサインを欲しかったのか、本当に翔吾のことが好きだったのか、どうかっていうのは、かなり疑問符がつくね。だこういったことも、いろんな一連の流れになってきてんのよ。だからもうね、ファンの人もよく考えなきゃいけないよね。まあこういう人たちはね、ファンじゃないと思うけどね。俺はね。そういった意味でも、なんかね、翔吾、中村翔吾の気持ちをね、考えると、かなり、あの、まあ、 どこまでがあるか分かんないからね、からはずみなことは言えないけど、俺がもし選手の立場だったら、同じように腹立たしいことだと思うね。これが過激になっていくと、全部なくなるからね。ゼロになるからね。そうなってくるとね、子供たちとかね、そういった、本当にね、ファンとか、本当に欲しい人がね、もらえなくなったり、チャンスすらなくなるからね。順番まずね、並べまずは。 で、選手も無限に時間あるわけじゃない。本当はあの、キャンプなんて、ね、特に石垣とかだったら、メインとサブと、で、投手のグラウンドと室内と分かれてるから、それを分単位で動いてる間でね、やるわけ。で、本当はもう帰ってトレーナーにマッサージしてもらわなきゃいけないけど、じゃあ5分10分だけってやるわけ。で、まあ万が一ね、もらえなかったとしてももうそれはね、仕方ないって割り切らなきゃ。ね他の人を押しのけてまで自分さえもらえればいいっていうのは、 もうやばいよ。ほんと。特に大人。そこら辺はね、大人がね、なんか、まあ俺、俺もそうかもわかんないけども、最近の若者は、とかってね、よく言うけども、も大人だよ。一番やばい。ほんと。子供のやばいのはね、まあそれはなんかね、最近スシローとかあったけども、あそこら辺だったらあれだけども、小学生以下のやばいなんて笑えるぐらいの感じだからね。 そういったところはもう大人がまずね、見本になってね、そういったところは事情知らがちゃんとしてほしい。で、またね、そんないっぱいもらってる人、よくいるよ。え、あの、俺が仕事で駅行っても、駅にずっといる人。この前も、上原さんと吉野さんのサインがなんかネットで売り出されたって、もう、やめよ、そういうの。だからそういうのをする人たちが必死でもらって、それで転売していくんでしょ。すべてのことを台無しにしてる。もっとね、自覚した方がいい。あの、正直。 だからまあね、あの、これはそういうね、闇の、で、だから前もあったじゃんね、ドリールさん、ね、スーパー中学生のランナーもね、あの、ニュースで出てましたけども、代理人の弁護士を通じてね、なんか報道の方がいての対応や周りの方々からの撮影や声かけの対処にとても不安を感じたと、練習が以前のように自由にできなくなり、過度な報道で精神的にも疲れることが多かったって、まだ子供だからね、まあ俺も報道にね、あの、とかそういうのにね、携わる身としてはね、 まあこういうのをしっかり見てねだって気をつけなきゃいけないっていうねこの自分の戒めにしなきゃいけないけどもね普段のねじゃ登下校とか学校の様子ついていった写真撮ったりねもう,そもうね一番アスリートファーストってなんぞやっていうね結局みんな自分たちファーストなのよそれは俺もね否めないそれは里崎ファーストで生きてるのは否めないよ。 いなめないけども、目に見える、仕事上、職務上、仕方ないところがあるかもわかんないけども、やっぱりね、アスリートファーストを考えよう。やっぱりキャンプにもそうだし、今年一年ね、頑張れるようにやっていかなきゃいけない。もし、ファンだったらよ、何かをしてもらうことよりも、ね、それも嬉しいかもしれない。選手、俺らもそうだけど、選手がもしてあげたい。でも、一番は活躍して、その応援してる選手が活躍して、応援してるチームが活躍して、応援してるチームが日本一になることが一番嬉しいでしょ。 お互いね。そのために、キャンプをやっていくわけ。で、今、ロッテだったら佐々木朗希なんかもね、WBC で頑張るために、今、頑張ってるわけよ。の中でね、そこが一番の応援のアスリートファーストじゃん。だからそういったところは、もうちょっとね、よくよく考えて、そういった方をね、してる方々、絶対やめてほしい。本当に。もう何回も言ってる、佐々木は。ここら辺は本当に考えてください。だから今度こうね、だからあの、2月17ぐらいから、侍ジャパンね、 あの、宮崎で、え、キャンプすることになるけど、必ず同じこと起こるよ。同じことね、こう、俺はね、ロッテ良かったと思う。この、思い切って踏み込んだのは。これはね、あの、他の11球団の全部の NPB のためにもなるし、こっから、侍ジャパンが起こってね、来るの、絶対来る。宮崎の球場、あと、 ジャパンのメンバーが泊まってる宮崎のホテルね。必ずいる。で、選手がちょっとコンビニに出かけようとか、ちょっと出かけようとした時に、ワッサー来るから。マジやめよう。それが角になると、ホテルに住むも大変なんだよ。敷地内も宿泊者なのか、宿泊者じゃない、このサインだけもらおうとしてる人たちなのか、もしくはレストランを、宿泊者じゃないけど、ホテルの施設を利用してる人なのか。わかんないのよ。全員が全員ね、ホテルの人も泊めれないよ。大変だよ。 しかもめっちゃ集まる中でね、ダルビッシュね、大谷はいつ来るか分かんないけど、強化試合には必ず来るでしょう。ね、吉田、ね、吉田正尚、鈴木聖也ね、ヌートバーっていうところね、我先にと、サインくれくれ問題。マジやめよ。本当にね。してくれたらラッキーやと思っとこう。してくれなくて当たり前。してくれたらラッキー。このね、まず精神で言ってほしい。我先にマジやめてほしい。ほんと恥ずかしいよ。 日本代表のところでこういうことが起こるとね。その前に本当にね、このロッテがね、こういうことをね、できたのは非常にね、タイミング的にも、あの、ことも多分ひどかったんだろうね。俺が想像する範囲ではね。だから非常に良かったと思うけども、本当にね、侍ジャパンの宿舎周り、パワーダし走っていってよ。やるの。マジやめてあげてよ。プロ野球選手も24時間プロ野球選手じゃないんだよ。 プライベートもあるよ。しかもそのプライベートもしっかりね、充実したリフレッシュになるわけ。選手同士でコミュニケーションを作るために食事に行くのもあるだろうしね。部屋の中でくつろぐだけにね、コンビニとかいろんなところでね、えー、買い出しするのもあるだろうしね。そのプライベートの時間も大事なわけ。それによって、えー、頑張れたりするわけよ。ね、プレイ思い切ってできるわけよ。っなった時に、そこにね、過度なストレスを必要以上に与える行為はマジやめてください。っていうことが、さあぜひのお願いとともにね、 警報です。ね。侍ジャパンもありますからね。そこら辺ね。皆さん、私関係ないって思ってても、いざ目の前にすると、行くのが人間です。気持ちはわかります。ほんと、サインもらえたら、写真一緒に撮れたら、ラッキーや。ね。これ、当たり前じゃない。ね、このラッキー。この精神でね、行けば大丈夫ですから。ね。まあね、この動画を見てる皆さんはね、 そんなことないと思いますけどね。まあみんなでね、応援して、皆さんのね、12球団、皆さんの,あの応援してるチームがね、えー、ぜひシーズン頑張れるようにねで、応援してる選手がシーズン頑張れるように、そして侍ジャパンがね、世界一になるようにね、過度なね、行為っていうのは控えながらね、で応援していきましょう。ということでね、皆さんまだまだキャンプ続きましたけどね、まあ佐々木はこの前の動画でもあれですけど、プロ野球アンチになったんでね、もうアンチ球団ありません。全アンチですから、同速アンチっていう、 声はもう言う必要はありませんよ。っていうことをね、最後に付け加えて、えー、終わりです。ということでね、えー、まずその時は沖縄に、えキャンプ主題にね、えー、来週から行きますから、そこできっちり見たいと思います。えー、なんかちょっとね、天候が怪しいですけど、皆さんね、気をつけて過ごしてください。ということで、佐々木のピックアップニュースでした。皆さん、気をつけてくださいよ